先週もウイニング競馬の取材が絶好調、取り上げた馬が勝つという確変状態。秋華賞への切符は3枚。 G2 ローズステークスで番組が注目したのは、国枝先生に朗報というか追い風が吹いてるんですよ。実はね、すごく力強いデータだと思います。棒読みにも程があるんじゃないですか。ちょっと縁起のいい話にも冷静な名トレーナー、国枝栄調教師が送り込む牝馬エリート軍団の秘蔵っ子、2002勝の超良血馬サリエラだ。なんといっても姉にサラキや兄にサリオスと血統は超一流だと思うんですが、牝馬でちょっとちっちゃい馬なんですけど、競馬に行っての勝負根性っていうんですかね。前走は最高峰から親足使って勝ちましたけども、他の馬とはねちょっと上がりの時計もだいぶ違いましたしね、届かないところからね頑張ってくれたんで、よかったと思います。ここまでの追い切りや状態の方はいかがですか。まだまだ力強さがね欲しいなっていうところはありますけどね、今朝の動きは良かったですよ。まあセンスがあるということでね、ルネさんも期待してると思います。シルクレーシングで国枝厩舎でルメール騎手となるとね、どうしてもアーモンドハイと重なってしまいますが、はい、そんなスターホースに並べる逸材というか素質はありますかね。ええ、十分その資質はあると思うんでね、無事に行ってほしいなと思ってます。やはりね秋華賞っていうのをねまず取っていきたいなと思ってます。それではローズステークスに向けて意気込みの方をよろしくお願いいたします。先につながるいい競馬をしてほしいと思いますので応援よろしくお願いします。そんなスターホースを生み出す名伯楽、国枝調教師といえば7月に史上15人目の JRA 通算1000勝を達成。また一つ輝かしい勲章を手に入れた。節目なんでね早く達成したいなと思ってたんで、まあ一安心っていうところです。あとしっかりとね土曜日に決めていただいたというのも、あ、よかったですね。あのレースでは鞍上は頼もしい若手の横山武史騎手で、ちなみにうちの厩舎の一勝、最初の一勝が横山典弘騎手なんで、はい、節目でその親子でね達成できてよかったんじゃないかなと思ってます。それこそ典さんから何か言われたりとかあったんですか。ええ、もうすごく喜んでくれてね、うちの厩舎の初 G1 も横山騎手だったんでね、まあそういう意味では、すごく良かったと思います。ちなみに定年まであと3年ということになるんですけど、ここから達成したいこととか目標っていうのは。競馬の世界ではダービーっていうのがね、はい、一番栄えある競馬なんで、ダービーを一つでも勝ちたいなと思ってます、はい、やっぱりそこになりますよね。ちょっとそこは期待してます。